どうもこんばんは、メガトンと申します。本日もファクトリオフリープレイの続きをやります。で、今回は前回の続きとなります。東じゃない、北の領土の、もうそうだよ、殲滅は終わったんですね、前回ね。であとは壁を引いていくだけということなんですが、ちょいちょいいらっしゃる。でですね、編集中にですね、ちょっと思いついたことがあるんで、それをやってみたいと思います。壁引くのは後かって感じなんですけど、はい、後にします。それはですね、今回じゃない、前回やったですね、この鎧、じゃあこれじゃないよ、こっち、これね、戦車と相性いいんじゃないってふと思いついたんですよ、これ。なのでちょっと戦車に乗ってバイター殲滅を試してみたいと思います。要はこっちのレーザーメインのやつって防御が薄いわけですよね。殲滅能力はぼちぼち高いんだけど、防御がやばかったということなんで、戦車さえあればね、あれプラスチック全然ないね、まあいいや、ちょっと後回し。戦車さえあればね、防御カッチカチなわけで、戦車どこに置いたっけ、呼ぶか。でメイン武装を原爆使っていたんですけど、戦車だったらまあそこそこコストの低いんだっけ、これなんだっけ、レシピ、砲弾にウランか、ウラン、そういや薄いウランないんだな。まあ原爆に比べれば全然コストの低いこっちの砲弾が使えるので、で遠距離は砲弾で、近距離になったらウラン弾薬とか、ちょっとウラン弾薬今回作れない、今作れないよね、作っとくか。ちょっと今回は貫通弾薬で代用することになりそうだけど、ここで作っとくか。いいのか、はい、ここでいい、ここにしようか、こうウラン弾薬、はい、来るかこれ、まあいいか、はい。でもそうそう、だから遠距離は砲弾、近距離が弾薬で、で超近距離戦の場合火炎放射器とかありますからね。なのでちょっと戦車に乗りつつ、そう、何がいいって確かですね、戦車に乗っていても携帯レーザーを撃ったりとか、あとロボットデストロイ、こいつねが確か投げられるんですよ。あとクラスターとか、あと粘着と毒素なので、防御はこれに任せて、しかも携帯レーザータレットを使ってた時は下手にダメージ食らっちゃうと電池の容量がこっちのシールド回復に使われて、またねこのレーザーが撃てなくなるっていう悪循環だったのを、なんと今度ロボットが直してくれるわけだよね。だからこれ変えなきゃダメか、なんか襲われてる、はいはい、まあいいでしょう。なのでシールド1個にして、外骨格いらないよね、そのあれだよ、戦車に乗るんだったら。こうだろうな。で、あと電池6個だな。これがもしかして最強装備なのでは ?6 個。これを刺します。で、戦車来た?来た。で、あとは必要なのは、砲弾はどこにあるんだっけ?作ってんだっけ?砲弾。あの量で足りるかな?なんで一発入ってんだ、ここに。ウラン砲弾。ないかな?まあいいか。あれ、なんかちょっと今、通常弾薬が見えた気がするんだけど。11発つく、なんだろう。足早いな。貫通弾どこだっけ、これか。
一応やっとくか。通常弾薬呼んでおこう。おう、はい、なんだっけ、そっか、砲弾今やってないんだな。これだ、砲弾。どうしよう、電源オン。はい、これ仕組みいいんだっけ、そもそもとして。あ、これ届いてないしね。伸ばして、何、どこ、あ、え、なんでそこ、え、いや、塞い、あ、こっちか来たのか。あ、そう、そう、あー、すできてるわ、やべやべやべ。まあまあいい、これから戦車の餌食にしてくれる。なんだっけ、これパッシブに変えてでいいんだよな。これなんだ、これ以前のやつか。お、なんだっけ、なんだっけこれ。あ、要求でいいのか。あ、で、この通常の砲弾と炸裂砲弾を昔大量に作ったやつを消費しようってやつか。やばい、何しようと思ってたか忘れてしまったな。危ねえ、埋めとかないとね、これね。気づいてよかった。他大丈夫、埋めたよね、これね。やばいやばい、これもね、ちょっとコメントにちょろっと書いてありましたけど、毎回忘れてるよね、俺ね。これも忘れたんだっけ。あ、これは大丈夫ね、はい。あるんじゃない、まだ忘れてんの。これなんだっけ。あ、これパッシブにして、あ、そうそう、だからあれか、忘れるとこだったな。これね、ロボットステーション1個必要だよね、忘れてた。そうしないとダメージ受けた戦車直してくんないもんね。これ1個だね、はい、はい、こうですね、これでいこう。10個8個111、はい。で、あと砲弾来てる、燃料も来てる、で、あと貫通弾薬か、貫通弾、はい。まあ、本当はウランにしたい。あ、ウランできた、このわずかの時間の間に。足んねえな、危ない。言ったそばからこれ、うん、これ補給しとくか、もらっときます。前回100個投げ切ったからな、やべえよな、資源が。まあまあ、資源今回ね、大量に手に入るんで、まあ心配することはないんじゃないかな。結構な、また増えてきてる。こことここなかったよね、あれ、これ、あ、ここ。やばいやばい、結構数できるの早いね、これ。早急に行くにはならんね。そうそう、で、あ、なんだっけ、戦車のやつね、弾薬、砲弾、弾薬、こっちか、弾薬、火炎放射、デストロイ、クラスターも OK。 よし、あと燃料、まあ、当然のことながらロケット燃料を投入しますよ。もうロケット戦車ですよ。どこだっけ、ここか。これ俺マックス作っちゃったじゃない。あるよね、そりゃ。これは埋めていいんじゃないかな、このぐらいで。いや、これ多分ね、前回あえてやったんだと思いますよ、あえて。うん、電池がなんかまばらだね。硫酸か、そこそこそこ、硫黄、あ、結局プロパンがないんじゃん、これ。なんで軽油が減ってかないから、分解が遅いイメージだよ、これ。いや、早く機体行けよって感じだけど、軽油が減らない、軽油が減らない、軽油がパンパン、プロパンはスカスカ。あれ、これ分解俺やったよね。あ、切ったじゃん。はい、入れます、入れます。通れねえ、これ。難しい、早すぎて難しい。さあ、これでプロパン増えるだろう。いいのか、こっちは。重油少ないね、これはやめておこう。はい、さあ行こう。あれ、これだけなんで赤なんだ、これ。
もう空っぽなん、あ、こういうのはね、見逃さないよ。今まで見逃してたけど。最高か。今度こそ。なんか鉄ない、鉄ちょっとやばい。いや、そんなことやってる場合じゃないんだよ。早く行くぞ。さあ、じゃあ壁を出たら戦車を設置。戦車ドンで、これにロケット燃料をドン、砲弾、火炎放射器、そして貫通弾薬。俺が乗り込む。早いような遅いような、よくわかんねえな。早い、早いね、早いよねこれ。でこういうところもいけんのかな。いけるような、いけないような。あれ、直してくんないね。あれ、撃ってくんないね。あ、ダメだねこれ。ここ、ここ戦車になったね。あ、目論見がもう早くもちょっと待って、早くも崩れ去った。悲しい、私はとても悲しい。ダメなようです。まさかこんなに、こんなに早く。え、マジで、ちょっと前できなかったっけ。いやいや、これ単純に書いてなかったせいかな。え、でも直してくんないよ。なんで？あれ？建造でいいんだよね。え、リペアキット持ってないとそんなバカな。いや、あるよ。あれ？直った？うん、ちょっと待って、ちょっと今、インベントリのウィンドウが邪魔で見えなかったけど。あ、やってくれるじゃん。いけるじゃん、いけんじゃん。単純に装備してなかっただけのようです。ってことは近づくだけで？あ、撃ってくれた！素晴らしい！よかった。装備してなかっただけだ。完全な俺のポカでしたね。ということは、これ、いいんじゃないの？これ投げるし。あ、投げれるよ。いいよ、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 いいよ。もうどんどん行くよ、これ。これこそ、無敵なんじゃないか？おー、早いし、撃つの早いし。これ、どこまでも行けるんじゃないか？それが俺の最後の言葉になった的な。いくよー。いやー、ちょっとどうだろう、いける気がするんで行ってみる。おー、楽しい、すげー楽しい。まだまだ全然、戦車まだ半分ぐらいしか減ってないし、撃ちまくっております。砲弾撃ちまくってます。そろそろやばい気がしてきました。この辺りで一回止まって修理してもらおう。いけるね。なんとかなんね。これ全開ですよ。また行きます。戦車有効活用できたかもしれない。止まってしまった。まあ操作それなりに難しいけど。まあ、ちょっとデストロが減ってきた。原爆を使わないでいいんで結構いいかも。すごい、ローラー作業、何ローラー作業。行っちゃいますよ。お、ちょっとやばい、ちょっとやばい。もう木とか関係なし。いやー楽しい、すげー楽しい。そうそう、やばいんで一回止まります。まあでもこれ修理する方が早いもんね。
ロボットもしかしたらすげえ撃ち落とされてるかもしれないけど、最高か。あ、砲弾なくなった。あれちょっとやばくない？大丈夫？俺ありったけ投げちゃうよ。これやばくない？なんか調子に乗りすぎた。あ、でもなんとかなんね。ちょっと何やった俺今。でですね、あのデストロイカプセル100個持ってきたんだけど、もう100個投げ終わりそうですねこれね。やっぱ電池ちょっと足んないねこれだと。そうか、あれでも足んないのか。まあなかなか楽しめたんで撤収しようか。はい、ということでですね、戦車と携帯レーザーモジュールはなかなか相性がいいんじゃないでしょうか。いや、正直かなり無茶してる。あ、なにこれ。あ、上限値ここ出てるじゃない。え、俺なんか無駄に投げてたかもしれない。あ、そうなんだ、こんなんあるんだ。60台60台が上限なんだ。これやると増えていくのかな。あ、これダメージか。フォロワーロボットの方がこれか。でも最大になっちゃってるもんね。出た、スペースポ。あー、そういうことね。はい、うん。というかどうなの、エネルギーとかガソリンのこと見てなかったけど、どのくらい減ったんだろう。あ、全然減ってないね。あんだけ動いて1個しか使ってないわ。あー、ロケット燃料すげえな。うん、というプレイでした。まあ戦車役に立ってよかったね。また増えてんな、体当たり。さあそっちにもいるな、行くぞ。体当たり、ぬ。ロボットがそうそうやばい。そこも体当たり。なんか増えてきてるね。よし戻ろう。戦車はもういいや。終了。すげえ楽しんだ。来たまえ。じゃあ降りて、あ、リペアパックめっちゃ減ったね。100個持ってきたはずなんだけど。はい、まあ楽しいんだけど、丁寧にやった方がいいと思います。これに慣れるのは相当先になるんじゃないだろうか。回収、どこ行った今のロボット。戻ってったぞ。何こいつ、どこへ行く。何目当てこれ。あ、止まった。俺がもう回収するわ。あ、回収できない。何この木が邪魔。お、取れた。あ、取れない。あれ、なんかこの辺枯れてない。なんだろう、ツートンカラーになってるのかね。はい、で何をするんだったっけ。なんかちょっと戦車の楽しい乗り方を追求してたらこんなことになっちまった。ここだよ、ここ埋めなきゃ。ではでは、やっと本番に、本当の作業に入りますよ。ここね、大型を引いていくと。はい、大型、はい。ぬ、まあこれ後でまた、あ、そうだ、後でまたロボステ置くからって言って思い出したんだけど、言おうとして思い出したんだけど、ロボステ作ってないや。しかもロボットないから手で置かなきゃ。
はい、はい、まあ、とりあえずね壁を引くだけ引いてね、巣がまた増えるのは勘弁してほしい。この辺でいいかな、投げてしまえ。あ、俺今鎧あるんだっけ。あるね。一応巻き込まれても大丈夫か。あ、なんか原爆見慣れてるとクラスターの範囲超狭いね。いやー、あ、うん、だった。やると思ったんだけど本当にやっちゃったなー。あーではでは、ここまで戻ってまいります。いや結構先じゃないかこれ。ああ戦車のプレイは多分見てもしょうがないっていうか、あのゲームの進行に全く関係のない、ただただやってみたかったっていうやつなんで、あの次回ですね、あ今回ちょっとここで終わらせますマジか。次回ですね、あの冒頭からもう一回やり直して、であの戦車の下りなしで、また一からここの壁を引いていくところから再開したいと思います。はい、ということで今回の動画はここまで。まさかの最短記録、なんだろう、俺の中でこう死んだらやめる縛りみたいのがなんかちょっとだけあるんですけど、いやー、はあ気が抜けてたなー。あの戦車乗ってる間ずっとスペースを押してたんですよ。で貫通弾撃ってたんで、同じノリで押しちゃったね今ね。まあ思いっきり原爆撃ったよね。はあ、はい、ということで、それではまた。